全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。本日は資生堂の内部事情ということで鈴木さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。では簡単に資生堂どんな企業でどんな部署があるか お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、資生堂は化粧品の会社で、まあ、女性が憧れるような企業と一般的には言われているかなと思うんですけれども、部署についてはマーケティング、営業、研究職、サプライチェーン職、財務などのような部署が、はい、あります。その中で鈴木さんはどんな業務担当されてましたか。私はサプライチェーン職で管理系の業務を行っておりました。サプライチェーンとは資生堂の製品の原材料とか部品の調達から販売に至るまでの一連の流れなんですけれども、その管理系の業務ということでサプライチェーンの領域の中で行われているもろもろのプロジェクトの管理というものを行っておりました。はい、ありがとうございます。具体的な1日のスケジュールはどんな感じで動いてましたか。朝出社しまして、結構ミーティングの多い部署だったので1日に3つ前後あったり、あとは自分で Excel のデータ集計だったりパワポで提案資料を作成したりというような時間が多くて、で、まあ、適宜そうですねランチタイムがあるのでそのタイムでランチを取ってというような1日でした。始業は何時頃からですか。始業は一応フレックスなので結構柔軟な働き方だったんですけれども、確か8時半くらいだったかなと思います。決められてないけれども皆さん8時半っていう感じですかね。そうですね、もともとは結構8時半に出社っていうのが決められていたんですけれども、まあ、コロナが流行ったこともあってフレックスタイムっていうのが主流になってきたので、そのタイミングで割と出社のタイミングは変わったかなというイメージです。就業は大体何時頃ですか。就業は6時頃です。資生堂ではどんな感じでキャリアアップしていくんですか。専門性の領域をジョブファミリーというものでグローバルで明確化していまして、専門性がマーケティングだったり研究だったり財務のようなもので、その専門性を磨けば磨くほどキャリアアップしていくようなシステムでした。で、管理職だけじゃなくて一般職でも前回級にジョブグレードっていうのを導入していまして、ジョブファミリーのマーケティングとかの領域の中でもジョブグレードがあって、それを上げていくとキャリアアップしていくようなシステムになっていました。評価制度はどういったものがあるんですか。評価制度はですね、基本的に上司と多分基準が決められているんですけれども、まあ、それに沿ってっていうイメージですね。はい、一番早くキャリアアップする人っていうのはどんな感じでキャリアアップしていくんですか。基本的に1から5での段階で評価されるんですけれども、その中でも、まあ、4とか5とか上位の成績を取っている人はキャリアアップが早いようなイメージですね。基本的に成績が見られてるっていう感じですか。人物面的なところも見られてるっていう感じですかね。基本的には決められた目標、個人目標みたいなものが存在するので、それに対してどうであったかっていうところが評価基準になるかなと思います。そしたら資生堂の男女比率っていうのはどれくらいですか。そうですね、資生堂グループの 80% 以上が女性社員だそうですが、私のいたサプライチェーン職は半分半分ぐらいだったかなという体感です。男性はどういった仕事をする人が多いんですか。で、資生堂自体女性の管理職を増やそうとか、もう女性の活躍の場を増やそうという活動が多かったので、男性だからこの職この仕事とか女性だからこの仕事みたいなのはあんまりなかった印象です。8割ぐらい女性っていうことなんですけど、女性が多い職場で大変だったことってありますか。特に私が感じたことで大変なことはなかったんですけれども、販売をされている方、 BC 美容部員をされている方はの方が多分女性が結構多かったので、まあ、そこでもしかしたら大変なことがあったのかもしれないんですが、ちょっと私のところはあまりなかったかなという印象です。他の化粧品メーカーと比較して資生堂の良かったなって思うところどこになりますか。他の化粧品メーカーに勤めてないので何とも言えないんですけれども、採用面接の時から感じたこととしましては、とにかく人がいいなというところでした。面接でも自分一人に対して 2,3 人の面接官と面接をしたんですけれども、その面接官の方々が面接ブースの前に立ってなんかお辞儀しながら挨拶してくれていたんですね。あんまりそういう企業はなかったので、そういうところから礼儀正しさというか気品の高さみたいなところを感じたんですけれども、入社後にも関わった社員さんも本当にみんな優しくて、仕事を誰とするかってすごく大事だと思うので、そういう面では恵まれていたなというふうに感じます。私個人のイメージだと結構バリキャリって
ていうイメージあるんですけど、割と優しい方が多いっていう感じですか？そうですね、結構バリキャリのイメージ、まあ、私が入った部署がそういうところだったのかもしれないんですけれども、割となんか協調性があるようなイメージでした。もう厳しくされたこととかは特になかったですか？それなりに厳しくされたこともありましたが、愛のある厳しさだったかなというふうに感じます。どういう厳しさだったんですかね、その愛のあるっていうのは。まあ、自分のスキル足りない部分を伸ばしてくれるために、まあ、こういうことした方がいいよとか、そういうための指導だったりアドバイスだったかなというふうに感じてました。それも業務中とかに教えてくださったりとか、それ以外例えばお食事とか飲み会とか、そういう段階のところで教えてくれるのっていうのはどっちの方が多かったんですか？結構コロナに直面したタイミングの代でもあったので、業務内っていうのが多かったんですけれども、まあ、コロナになる前とかは業務外の飲み会の場とかでも結構フランクに指導いただいたタイミングもありました。特に辛かったなっていう記憶はあまりないっていう感じですかね？辛かったなっていうこと、当たり前なんですけれど、新人には基本的に決定権がないので、その決定権のある人に決めてもらうための情報収集だったり、そういう決定権持ってる人にうんってうなずかせるためのまあ行動とか、そこが大変だったなって感じました。鈴木さんの退職された理由とかはどういった理由があるんですか？会社が嫌だったとかでは特になくて、まあ、自分にのやりたいことが単純に別でできたっていうところになります。資生堂での経験が今に生きてるなって感じることはありますか？もともとそのプロジェクトの進行管理とか管理をやっていたので、目的と目標を明確にして、それに対する現状がどんな状況でっていうところをまあきっちり言語化して、じゃあこれをしたら目標達成するよねとか、課題はこれだよねみたいな整理する力、まあ、問題解決力みたいなところがついたかなと思っていて、またそれが今に生きているかなというふうに感じます。別でやりたいことは資生堂さんで働いた結果見つかった感じですか？働いてる中で、まあ、これでいいのかなっていうふうに自問自答してる時期がまあありまして、まあ、本当にやりたいことって何かなって思った時に、まあ、違うものが見つかってという形になります。上の役職の人たちって男性はなんか出世しやすいのか、上は基本女性で埋まってるのか、どんな印象でした？もしかしたら元々は男性が多かったのかなっていう印象なんですけれども、まあ、ここ何年か多分女性の活躍を推進しているので、すごい多分そのタイミングで女性も管理職に就いたりとかして、割と、どちらも働きやすいというか環境になってるかなというふうに思います。わかりました。じゃあ資生堂の内部事情でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。